宝生らの戦術が功を奏し、劉備は魏軍に勝利、漢中一帯を制した。だがその直後、義弟関羽の死という信じがたい報が入る。慶州を預かっていた関羽は葬儀を攻めるべく繁昌へと進攻した。戦局は関羽有利で推移していたが、そこへ孫悟が参戦。孫劉の命を破り関羽を攻撃。関羽はその不義の刃に倒れた。悲憤する劉備、そこへ今度は義弟張飛の訃報が届く。呉と内通した部下が張飛を暗殺、そのまま呉へと逃亡したという。吹きすさぶ非道の嵐、乱世に陣を掲げきた男が怒りに震える。許すまじ孫悟、そのことごとくを討ち、義兄弟たちの無念を晴らさん。劉備は諸葛亮らの制止も聞かず、自ら大軍を率い医療へ進軍した。宝生、そして父を失った韓銀平も闘志を秘め、報復の戦場へ臨む。手で孫悟を撃つ。殿、頭を冷やす水でも汲んできましょうか。激せず周到に全力で叱るべき報いを。それが恨みを晴らす時の鉄則です。ならば早く策を聞かせよ。だから激せずですよ殿。司祭は出陣の折にお話しします。私がもっと強かったら父上を守れたかな。見ていてください父上、私が絶対敵を取ってみせます。呉の裏切りで関羽殿は死んだ。そして父も呉と内通した者によって。絶対に許さない非道の報い、必ず受けてもらう。まずは敵の構えを暴き、次に裏をかきます。これは若い者に任せましょう。敵を丸裸にして大将を撃つ。この美味しいところは俺たちでやります。いいだろう宝生、指揮はお前に任せよう。では行くぞ。みんな、必ずや兄弟の仇を取るのだ。この長大な陣はいただけない。分断してくれと言っているようなものです。とは中央に家計を仕掛けるでしょう。早く前線に伝えれば手遅れになります。この力に変えてみせる盛大な放棄戦を始めてしよう。こんなところにも敵がいやがったか。カンヤ、次の関連様が相手してやるぞ。ぶちのめしてやるぜ。とっておきだ。仕掛け込みます。迷子になってもどうしよう。
付けとくぜ。敵将、討ち取った。さすがですね。始末してしまいましょう。敵の家計を許します。その後劉備殿死亡の技法を流しつつ交代、復帰地点へ敵を誘えばあとは報復の時間です。あの者は私の策を乱しか、まだ先を始末しておくべきか。願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。さあ来やがれ。お前なんぞひとひねりだ。やっぱり強い。
いがあるって感じです。かけ、見てろよ。敵の動き、何か不自然ですね。警戒を怠らずに進みましょう。家系部隊が来たよ。奴らを誘導し、火をつけさせます。一人で燃え上がって、それか。俺が頭を冷やしてやるよ。触れてやる。完了。これが孫悟の明日を照らす炎だ。さて、次は劉備殿に死んでもらいます。もちろん偽情報の中だけですが。劉備様が炎に巻かれて亡くなっちまった。もうダメだ。逃げろ逃げろ。
死ぬのか。よし、追撃戦だ。二度と後に牙を向かぬよう徹底的に叩け。劉備は医療に孫悟を打ち破り、義兄弟の無念を晴らした。だが、生死を共にせんと誓った者たちは、もう帰ることはない。それでも生きねば、乱世を終え、穏やかな明日を築くため。今、劉備は、関羽、張飛の遺児たちと共に、
二人の墓前に立つ。これでいつか一面の桃が咲きますね。ああ。あの時誓ったな。生まれた時は違えど、同じ時に死のうと。だがすまない。もう少しだけ待っていてくれ。私は乱世を治める。このような悲しみを繰り返さぬよう作るため。みな、よくぞ二人の仇を取ってくれた。これからも私と共に戦ってくれ。いつかまた桃の下で組み交わそう、我が兄弟よ。